脊髄空造影検査とも称される。腰椎もしくは頸椎を汚染死して、用土造影剤を脊髄口内に注入し、X 線でその拡散の様子を通し、撮影する。また、その後に CT を行うこともある。MRI では、リアルタイムに前後、左右に屈曲、進展させた時の髄空の変化を撮影することが、できないため、有用とされている。 MRI に比べ、硬膜と腫瘍の癒着の様子を見ることができる場合も、ある。また、脊椎症の診断については、髄液の交通を評価できるという、大きな利点があるため現在も行われている。この場合、造影が途切れることは、その部位で狭くなった、脊髄空に脊髄が圧迫されている、可能性を示唆する。また、造影された状態で CT を施行することで、 神経根の筋位も病室が可能となり、圧迫性病変の診断に役立つ。ミエログラフィーの終了後は造影剤が頭蓋内に流入するのを防ぐために30分程度は頭を高くした姿勢を維持する。ただし、近年では、頸椎穿刺による方法はほとんど行われていない。腰椎から頭側に造影剤を流すと、途中で完全ブロックする例で、 中枢側の上位病変位置を知りたいときに実施が検討されるが、通常は各磁気共鳴画像法や血管増影で代用できる。主に脊髄の圧迫病変の有無の評価に用いられるが、MRI の発達によって主要の診断という点での臨床的価値は薄れた。そして、MRI に比較して増影剤を使用することによる危険性。 脊髄空を戦死するという侵襲があるため、思考は減少傾向にある。ありがとうございます。